昆虫好きが評価されて子どもの教育応援大使になりました。慣れてないからどうしてそんなことない。こう握手しながら。俳優の香川照之さんは柴山文部科学大臣から体験活動の大切さなどを伝える子どもの教育応援大使に任命されました。昆虫を紹介するテレビの教養番組に出演し子どもにも親しまれていることから白羽の矢が立ちました。香川さんは昆虫の標本を前に柴山文科大臣と懇談し、次世代の人たちに体験の大切さを伝えていきたいと意気込みを話しました。任期は2020年3月までだということです。